皆さんこんにちは、クラントリオンチャンネルバーチャル DTMer のリオンです。ブラックフライデー当日も過ぎ、一層冷え込む今日この頃ですが、 DTM 業界ではまだまだ熱いセールが続きます。今回紹介するのはプラグインブティック69ドルホリデーバンドルです。こちらはソノックス、ミニマルオーディオ、エキサイトオーディオなど名だたる有名メーカーを含む48種類の製品を収録した最強のバンドルです。通常単品合計価格37万1087円のところ、なんと驚愕の 97% オフ11376円で購入することができます。これだけでも十分にヤバさが伝わるかと思いますが、なんとこちらのバンドル、ユージャムから発売されているフィニッシャーネオが収録されています。こちらのプラグイン、現在単品価格で13024円となっていて、フィニッシャーネオ1つの値段より、フィニッシャーネオに加えて47種類の製品が手に入るこのバンドルの方が安いという、この時期ならではのバグったセールになっています。ヤバすぎる。1つあたり237円というコーヒー1杯分の値段で購入することができてしまうので、ぜひこのチャンスに手に入れちゃってください。同時に14種類の製品を収録した29ドルバンドル、31種類の製品を収録した49ドルバンドルも発売されていますが、おすすめは断然69ドルバンドルです。1製品あたりの価格で考えると圧倒的にお得になっているので、このヤバさが分かった方は今すぐ概要欄からセール会場に直行してください。ということで今回は圧倒的コスパと物量を誇るプラグインブティック69ドルホリデーバンドルの購入方法と、その中からおすすめプラグインの使い方を厳選して紹介していきます。概要欄記載の URL をクリックするとこのような画面が表示されます。この時点でプラグインブティックのアカウントをお持ちでない方は、画面右上のサインアップからアカウントを作成しておいてください。その後 Add to Cart をクリックして、画面右上のカートを選択、 Go to Cart をクリックしてください。現在プラグインブティックで1円でも買い物をすると、毎月変わる有料プラグインがプレゼントとしてもらえます。クレームギフトを選択後、 Add to Back をクリックして必ずゲットしておきましょう。その後セキュアチェックアウトをクリックし、画面下部に移動してコンティニューを選択、次の画面でも画面下部に移動しお支払い方法を選択、入力後にバイをクリックすれば購入完了です。その後画面上部のマイアカウントをクリックすると購入した製品が表示されています。 Windows、Mac からお使いの OS を選択してダウンロードをクリックし、プラグインをパソコンにインストールするためのインストーラーをダウンロードしてインストールしてください。こちらでは各プラグインのインストール方法が確認できますので、わからない方はこちらを参照してください。ここからはおすすめ製品の使い方を厳選して紹介していきます。まずはファットブースターです。こちらは非常にシンプルな操作でサウンドに太さとパワーを与えるサチュレーションプラグインです。中央の大きなノブを動かすだけでトラックに倍音が加わり、パワーを出すことができます。ベースに倍音が加わることでサウンドの輪郭がよりはっきり分かるようになりましたね。モードでは4つのアルゴリズムを選択でき、雰囲気の異なる歪みを加えることができます。その下では位相の反転や 45Hz、60Hz でのローカットを行うことができます。トーンでは EQ バランスを調整でき、インプット、アウトプットの音量も調整可能です。たったこれだけのプラグインですが、ベース、ドラム、シンセ、ボーカルなど様々なサウンドに利用することができます。
weed, I just talk. Yeah, a nigga love to smoke. Pull my glasses, let go. I'ma have to let it blow. I got weed, I just talk. Yeah, a nigga love to smoke. Pull my glasses, let go. I'ma have to let it blow. I got weed, I just talk. Yeah, a nigga love to smoke. Pull my glasses, let go. I'ma have to let it blow. I got weed, I just talk. Yeah, a nigga love to smoke. Pull my glasses, let go. I'ma have to let it blow.ファットブースさんによって声に迫力が出ているのがわかるかと思います。シンプルなだけあって様々な場面で使いたくなるプラグインです。続いてはランプです。こちらはクラブミュージックに必須なダッキング効果を簡単に行うプラグインです。キックが出ている瞬間にベースや他のパートの音量を下げることでキックとベースの音量感を両立するというのがダッキングの基本です。近年ではダッキングによる特有のうねりが独特のグルーヴ感を生み出すものとして取り入れられるようになりました。本来この効果はコンプレッサーなどを使って実現していたためサイドチェインのルーティングなど面倒な作業が必要でした。ランプを使うことでそれは簡単に解決できます。使い方としてはダッキングさせたいトラックにランプをインサートするだけです。 DAW の BPM に同期しバーズで設定したスピードに沿って音量がへこむので非常に簡単にダッキング効果を与えることができます。今回はダッキングの周期を四分音符に設定したのでキックに合わせて他のパートの音量がうねるようにへこんでいるのが分かりますね。ダッキングの速さはアタックとリリースで個別に設定可能ですしミックスつまみを動かすことでダッキングの深さを設定できます。四つ打ちの楽曲だけでなく二分音符に設定すればダブステップやフューチャーベースなど半テンポの楽曲にも対応できますしもっと高速に設定すれば特殊効果のように使うこともできます。目的別のプリセットも搭載されているのですぐに使い始めることができます。ダッキング用のプラグインを持っていなかった方にはぜひおすすめしたいツールです。続いてはライフラインモッドです。こちらはエキサイトオーディオからリリースされている人気プラグインライフラインコンソールの中の一つのモジュールを抜き出したプラグインです。限られた効果ではありますがモジュール内部の機能についてはフルバージョンのライフラインコンソールと同様のものが搭載されています。むしろ効果が限られているからこそ細かい機能まで使い倒すという意味であえてこちらを使うのもいいかもしれません。プラグインの内容としてはテープ、バイナル、カセットのようなアナログ機材をイメージしたピッチの揺らぎを加えるものになっています。さまざまな楽器別目的別のプリセットが用意されていますので好みのものを選ぶだけで簡単に使うことができます。シンプルな響きのパッドに揺らぎが加わることで変化をつけたりボーカルに厚みが出たりしているのが分かりますね。一つ一つの揺らぎは些細なものであってもトラックごとの組み合わせによって楽曲に奥行きや厚みを生み出すことができます。個別に聞くと些細な変化ですがそれらを合わせることでワンランク上の楽曲に進化させることができるかもしれません。
ちなみにこのライフラインコンソールですが、ライフラインモジュールを一つでも持っていることで、よりお得にフルバージョンが購入できるアップグレードが存在します。現在単品購入価格は 50% オフセール中の6430円ですが、アップグレードを利用することでさらに1000円以上安い4758円で購入することができます。今回紹介しているホリデーバンドル収録のライフラインモッドももちろん対象になりますので、まずはモジュール1つ分として使ってみて、フルバージョンが気になった方はぜひこちらの購入も検討してみてください。続いて紹介するのはバーバレート2です。こちらはシンプルな見た目ながら本格的にサウンドの作り込みが可能なリバーブです。実際のホールの響きを再現することに特化しており、2種類のアルゴリズムと様々なアーリーリフレクションを組み合わせて音作りが可能です。リバーブの扱いにあまり慣れていないという方もご安心ください。様々な種類のリバーブを再現した響きや、著名アーティストが作成したプリセットが多数収録されています。まずはこの中からお好みのものを選択し、ドライレベル、リバーブレベルでそれぞれ原音とリバーブ音のバランスを調整するところから始めてみましょう。夜の街を裸足のまま、決して振り向かないで駆け抜ける、一人孤独を感じても。夜の街を裸足のまま、決して振り向かないで駆け抜ける、一人孤独を感じても。夜の街を裸足のまま、決して振り向かないで駆け抜ける、一人孤独を感じても。噛んだら離さない MIC、 届くまで響かすこの世界に、絶対になせばなる自分がやらなきゃ他に誰がやる。このように本格的なリバーブを簡単に取り入れることができます。細かいパラメーターとしては、リバーブの長さ、空間の大きさ、プリディレイなど基本的なリバーブの要素の調整から、左右の広がりや音の拡散具合など特殊効果も変更できます。リバーブ成分と最終的な出力音のリバーブを個別にかけることができたりと、思い通りのリバーブをとことん作り込むことができるようになっています。すでにお気に入りのリバーブがあるという方でも、空間作りのバリエーションとして別のリバーブを使ってみるという手法は大いにありだと思います。ぜひ一度試してみてください。最後に紹介するのはボックスダブラーです。こちらはソノックスからリリースされているダブリング用のプラグインです。本来ボーカルや楽器のダブリングといえば、複数回同じパートのレコーディングを行ってサウンドに厚みを出す手法のことなのですが、このようなプラグインを使うことで1トラックのみのパートからダブリングトラックを生み出すことが可能になります。後ろ指誰かに刺されたって、逃げないたとえ向かい風だって、諦めろだとか言われたって、未だにここに立って。 I don't know why but I don't wanna gonna do for one thing all for my life I for your right yeah you know what you gotta do 踏み出さなきゃ始まらない。ボーカルパートをより分厚くしたり、ダブリングを左右に振ることでステレオの広がりを作ることも簡単にできるのが分かります。ミックスとウィズのみで好みの音を選ぶこともできますし、下のパラメーターからより細かい音作りもできるようになっています。詳細な使い方については過去動画で解説していますので、ぜひそちらをご覧ください。ソノックスではすでにブラックフライデーセールが行われていましたが、もしも買い忘れていたという方がいましたら、ぜひこの機会に手に入れちゃってください。今回は前代未聞のまとめ買いセール、プラグインブティック69ドルホリデーバンドルを紹介してきました。重ねて言いますが、48種類の製品が入って11376円、1つあたり237円というバグった価格で購入できて、これだけあれば冬休みは収録プラグインで遊び倒せる年末の福袋的に楽しめるバンドルになっています。もちろんこれだけの製品を全てまんべんなく使うというのは難しいかもしれませんが、一つか二つでも活躍できるものがあれば、その時点でほぼ元は取ったようなものです。このチャンスを逃すのはありえないというレベルのヤバいセールになっていますので、少
少しでも気になった製品があった方はぜひこの機会に概要欄からセール会場をチェックしてください。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、 DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。